今日は3月18日、大地震発生から1週間が経ちました。ここ宮城県では死者4000名、行方不明者2000名を超え、避難所生活者も20万人を超えるという状況です。隣の福島県で発生いたしました原発事故はまだこれからの問題として現在も不安な材料となっています。なぜか福島市は放射能の濃度が高い数値を示しています。詳しくは日本のメディア等で報道されている通りなんですが、そのため市民は不安を抱えながら生活しています。真偽不明の憶測も含めて様々な情報が飛び交っています。現在の福島市は本当に安全なのか、それともかなり注意を要する状況なのか、またはすぐにでも避難した方がいいのか、そういうことは人によって受け取り方が、あるいは考え方がまちまちです。しかしこれだけ大きな事故ですので、今からでも世の中の世界中の専門家の知恵を結集してこの難局を乗り切っていただきたいと思います。これからもご協力をよろしくお願いします。